はい、おはようございます。モテサクです。今日はですね、オンラインスクールの月間メニューの第2週2回目を実践でライブ中継していきたいと思います。ちょっとね、疲労感が強くてあんまりいい動きできないかもしれないですけど、ちょっと一応ね、ジョギングと呼吸道トレーニングだけ今やってみたんですけど、まあ、かなり疲労感がありますけど、まあ、第2週の第2回目はですね、まあ、流れとしては、ウォームアップ、ブラインドベースポジション、目つぶってベースポジションと腕振り、反復横跳び、ハンドウォーク、バックブリッジマーチング、あとなんだ、ハムストリングウォーキング、ストレッチウォーキングで立ち幅跳び、両足片足やってで、メインメニューになります。で、メインメニューは30メートルスプリントを何本だっけな、3本、Tテスト2本、プロアジリティテスト2本になります。じゃあまずね、仰向けサイクリング50回からいっていきたいと思います。こっちかな、はい、次腕振り100回いきます。はい、次は反復横跳びです。10秒間やります。
次ハンドボーク。はい、次はバックブリッジマーチング20回です。ハムストリングストレッチウォーキング、これ回数してないです。だいたいハムが伸びれば OK です。さっきのバックブリッジウォーキングはマーチングがハムに結構くるんで、これを伸ばしていきましょう。はい、じゃあ次は、アンクルホップ20回やります。はい、次は立ち幅跳びの両足3回、片足ずつ左右2回ずつやります。で、
普段はねこの iPhone 使って計測してるんですけど、まあ、その回のね記録を一応計測しておきましょう。でちょっとね今日はかなり全身の疲労が強いので、全体的に動きが良くないですけど、まあ、こういう時もどれぐらいなのかっていうのを知っておくのはいいことかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと記録は測ってないですけど、意外と飛べたかもしれないです。ジャンプに疲労は関係ないのかぐらいの感じだな。あんまり、いつもと違わない距離だったかなという気がします。で、片足いきますね。片足になるとすごい途端に難しくなって、僕もめちゃくちゃ苦手なんですけど、まあ、どれぐらい両足と片足ずつで、差が出るかっていうのを知っておくといいと思います。結構ね、近く なる人はなるみたいですけど、例えば両足で220とかそんな時に、190とか180ぐらいまで片足で飛べる人はもう本当相当、多分スプリントにも活かせる、足のスイングを持ってるのかなっていう気がしますね。僕はもう相当開いちゃうの、170ぐらいしか飛べなくて、120から130ぐらいを両足で飛ぶんですけど、170だから60センチぐらい片足になると差が出るっていう感じですね。はい、じゃあ片足左から行きます。
はい、ということでこんな感じでウォームアップ終了ですね。今何分ぐらいなんだろう、まあこれぐらい、これぐらいやって、今日はですねメインが30メートルスプリントを3本、で、Tドリル、プロアジリティテストですね、行っていきたいと思います。で、こんな感じで、マンションのね広場というか合間にあるスペースなんですけど、入るかな、あ、そうか、インカメラ、こういうカメラにして、こういう感じですね、こんな感じでハードル置いてあります。で、端から端が30メートルという感じですね。はい、
はい、30を、3本やりました。で次 T ドリですね。 T ドリルは見えるかな、はい、Tドリルの経路一応目印作ってみたんで、一応歩いて一回やってみますね。という感じの経路で2節やってみます。という感じですね。1本、2分休憩します。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2本目のティードリルいきます。はい、緑2本終わりました。
ますね。やっぱ方向転換でまっすぐ行けてないっていうのが課題ですね。意外とむずいです。多分見てると簡単に見えると思うんですけど、ちょっと難しい種目かもしれないですね。はい。で、次プロアジリティテストって言って、5メートル間隔の直線を、切り返して往復するという感じの種目になります。はい、これも2本休憩2本あ2分で入れて終わりになります。じゃあ行きましょう。はい、1本目終わりました。僕の場合はね、これはね、バスケットボールやってた人は割とある練習なのかなって気がしますけど、切り返す足をですね、こっち足で止まって切り返して、こっち足で止まって片っぽずつ僕はやるようにしてます。で、苦手なのは左で踏ん張って、はい、これが苦手なんでさっきやったんですけど、まあ、右が僕はいつもやりやすい感じですね。はい、はい、じゃあラストやって終わりたいと思います。はい、今日も見てくださってありがとうございます。はい、という感じで月間メニューの2日目のメニューを配信してみました。お疲れ様です。何分ぐらいかかってるのかな。こっちの方がね、1日目のメニューより時間は短く済むのかなと思います。で、まあ体力的にも多分楽だと思います。ただね、切り返しっていう球技系ではまあどんな球技かによりますけど、ストップしてもう一回加速するっていうのを繰り返すっていうのは必ず球技にあると思うんで、まあ、それをティードイルとかプロアジリティテストで、まあ、習得するっていうよりもやっておいてどれぐらいのタイムなのかっていうのを知っておいて記録して、まあ、伸びているのか現状維持なのか衰えていくのか、疲労してる時にどれぐらいのタイムなのかとか、把握していくのが大事かなと思います。それではお疲れ様です。皆さんもいってらっしゃい。